皆様、こんにちは。暗礁文化の里祭り講演会、徳川四天王、酒井忠次にようこそお越しくださいました。本日は新型コロナ感染症対策のため、座席数を減らしております。本来なら多くの方に直接講演会を聞いていただきたかったのですが、会場の大きさの都合で叶いませんでした。その代わりといたしまして、本日の講演会をインターネットで配信させていただきます。また、換気のため窓を開けております。寒かったり、外の音が気になったりするかもしれませんが、ご理解とご協力をお願いいたします。それでは、時間も限られておりますので、早速本日の講師をご紹介いたします。本日お招きいたしましたのは、東京大学資料編纂所准教授の金子平久先生です。金子先生は古文書だけでなく、屏風絵など多方面からアプローチされ、安土桃山時代の研究に精力的に取り組まれていらっしゃいます。先生が執筆された書籍や論文は、織田信長に関するものを筆頭に、枚挙に暇はありません。また、今回もお話しいただく、長篠の戦いなどをテーマに、全国各地でご講演もされています。先生のご学歴とご経歴ですが、山形県山形市のご出身で、東北大学大学院博士課程で学ばれた後、平成9年に博士号を取得されました。その翌年に東京大学資料編纂所に助手として入られ、平成19年に准教授になられました。現在は歴史上の重要事件に関連した資料を分かりやすく整理した大日本資料の編纂に当たられています。それでは金子先生、限られた時間ではございますが、どうぞよろしくお願いいたします。どうも皆さん、こんにちは。今ご紹介いただきました東京大学資料編纂所の金子と申します。今日はお休みのところをお運びいただきましてありがとうございます。1時間ぐらいということで、ちょっとそのぐらいの時間ですけども、お付き合いいただけましたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。今日私の方からお話をさせていただくのは、徳川四天王酒井忠次と、そういうテーマでございます。こういう話は地元の方々に私がお話しするまでもなく、皆さんもお詳しいとは思うんですけれども、そういう中、私が忠次のことをお話しするのは甚だ恐れ多いではあるんですが、逆に教えていただかなきゃならないことの方が多いんじゃないかという気はするんですが、三河のに関する話を何かということで、私が選んだのはこの酒井忠次でして、なぜかというと、先ほどもお話しいただきましたように、私東京大学の資料編纂所という研究所で、ここは日本史に関する資料集を編纂刊行しているという、それを、職務とするところでございまして、その中で日本史の基幹的な、何月何日にこういうことが起こったというのを知るための資料集、明治以来ずっと作り続けている資料集なんですが、大日本資料というものがございまして、その中で私は信長の時代、信長が、この間のというか、今の大河ドラマでもう上洛そろそろしてきてっていう、本当にそのぐらいのタイミングから、本能寺の変で信長が討たれるまでのその期間、いわゆる信長の時代というあたりのその日本史の資料集の編纂を、担当しています。でその中でようやく私が今担当している部分が天正3年まで来ました。その信長義昭と一緒に上洛して、永禄11年ですが、そこから天正3年まで来まして、来年に入ってようやくその長篠の戦いに関係する資料を集めた冊を刊行できるんじゃないかという状況まで来ております。長篠の戦いに関しては膨大な資料がございまして、
天正3年の5月21日という1日だけで600ページぐらいの資料になるかと思います。まあ、もしご興味がありましたら出た時に、図書館、まあ、図書館では大きな図書館にはあると思いますし、まあ、お買い求めいただくこともできますが、ご覧いただければと思います。でその中で、まあ、皆さんもご存知だと思いますが、酒井忠次及び、まあ、三河の武士たちは非常に大きな戦功を挙げています。それをまあメインにというか、まず軸にしていきたいなと思ったわけです。で、まあそういうこともありまして、その酒井忠次に関する資料を、まあ、酒井家に関する資料をということで、酒井家の末裔が治めていた江戸時代ですね、いわゆる庄内藩、まあ、私あの山形の出身ですけど、内陸地方ではありますが、まあ、庄内藩海側の、地域ですが、まあ、そこで、まあ、もちろん子供の頃から庄内藩酒井家っていうのは知っていたんですが、その先祖が酒井忠次だっていうのをほとんど認識してませんで、まあ、こういうあの歴史を研究するようになって、まあ、ようやくそこら辺が一致して、で、今回長篠の編纂で庄内鶴岡に参りまして、酒井家関係の調査を行いまして、で長篠の戦いに関わるいくつかの記録を、まあ、今回の資料集にも収めようと。で、まあ、今日こうやって忠次に関する話をさせていただく時に、もう一回その時に調査をした資料を読み直していましたら、なかなか興味深いなと思う記事がありまして、それは3番目のところで述べたいと思いますけれども、そういうことで、ちょっと忠次をめぐる話を今回させていただこうと思いました。で、今日はまあ忠次をめぐって三大話的に3つのパートで話をしてまいりたいと思います。まず最初は、まあ、この地域と深く関係します三河一向一揆における忠次の役割はどういうふうに記録に留められているのかという話で、2つ目は、今お話ししたような長篠の戦いにおいて忠次はどういう役割を果たして、でおよび忠次に率いられた三河武士たちはどういった人たちがいたのかという話で、3つ目は、その忠次をめぐる2人の女性の記録、非常に私は惹かれたところがありましたので、今回、まあ、あるいはご存知の方いらっしゃるとは思いますけれども、その記録、庄内藩の記録をもとに、ご紹介をさせていただければなと思います。でまず、括弧1の、三河一向一揆と酒井忠次という話をさせていただきます。まあ、横組の資料は今日お話しする内容をまとめたものです。で縦組の資料は、それをお話しするにあたって用います資料ということになります。で、三河一向一揆、まあ、今回その忠次の話を、するということで、まあ、きちんと勉強をしたところ、まあイメージとして思っていたのとだいぶ最近の研究変わってきてるんだなということを実感いたしました。で、特にそのやっぱり一向一揆という名称でこう呼ばれていますから、徳川家康、まあ、当時元康ですかね、松平元康に対して、三河の一向衆人が反乱をしたというイメージでいたんですけれども、まあ、最近この安城市の成果、まあ、そこに至るまでの、こちらの研究者の方の成果を勉強しますと、必ずしもまあ一向一揆っていうのがメインではなくて、その松平家の家臣団の分裂というか、そういうものがあって、でそこにこう一向衆寺院の家康元康に対するこう反乱が加わってという、そういうものだったんだということが、まあ、改めて私も勉強させられた次第です。あれなんですね、そのもともとこの酒井忠次の、まあ、おそらく系類である
こう家康の重臣であった酒井忠義っていうんですかね、論文では忠義とルビーを振られてたんですが、酒井忠直、忠久、忠義、この人物、上野城のこの人物がその家康に、反乱をして、で、その上野城を攻めるために、兵糧を集める過程でその一向宗寺院の所領に、元康の家臣たちが立ち入って乱暴狼藉的なことを働いたことに対して、その一向宗寺院たちが、まあ、それにこう反抗したと。で、戦火が広がっていったっていうのが、まあ、大雑把に言えば、現在のこの三河、いわゆる三河一向一揆の事件のこう見方らしいですね。で、そういう、こう、大騒動、これ時期も永禄5年説、永禄6年説、いろいろあるようですが、今ではもう永禄6年、1563年だろうというふうにされているようですが、この、その時期、この事件に、その今日、テーマとなります、酒井忠次は、どういう役割を果たしたのだろうか、あるいは、忠次は資料にどういうふうに出てきているのか、ということを、そういう方向から、ちょっと見てまいりたいと思います。で、実は文書でありますとか、当時の同時代的な資料ですね、その一向一揆をのこの、事件というか、この出来事をこう理解するために必要な同時代資料の中に、この忠次がどういう働きをしたか、どういう動きをしていたかっていうのは、実はちゃんと記されてはいないようなんですね。ですので、同時代資料のみからこの事件を描こうとすると、酒井忠次という人物はあまり表面に出てこないというか、そういう印象を持ちました。まあ、これは最近の平野明夫さんのご研究にもあまり忠次は出てきていません。まあ、これ一応同時代なので良質な資料というふうにレジュメで書いてますけど、その他、後世に書かれたいろんな記録類があって、そういう中で忠次もまあ登場してくるというわけです。で、この酒井忠次は、まあ、いろいろ酒井家も出自とかいろいろあるようなんですが、先ほども出てきました、この家康に謀反を起こした最有力者とされる酒井忠義というのは、酒井忠次の兄とも言われているそうですね。まあ、ここら辺現状どういう研究になっているのかというのを私も追いかけきれませんでした。で、この忠次の兄だというふうにしているのは、ここに地面に書きましたように、酒井忠次公伝という本でして、まあ、これは昭和になってから、酒井家、庄内の酒井家でその発案をしまして、で、書いたのは、まあ、私の職場の大大先輩にあたる桑田忠親さんという、まあ、有名な歴史家の先生ですが、が、まあ、依頼を受けて、忠次の伝記を一冊の本にまとめまして、で、それどうも非売品らしいんですけど、前その庄内に出張に行った時に、結構なんか鶴岡の児童博物館にたくさんあったんで、一冊持ってっていいですよみたいに言われて、いただいてきて、で、それを、まあ、今回改めて勉強したんですけれども、まあ、その中に桑田先生が、まあ、兄とも書いてるんですが、まあ、それが根拠がどこにあるのかもよく分かりません。で、まあ、同じ堺姓ですから、まあ、やはり兄弟で ないにしてもつながってるというか、そのある程度の親類関係にあるんでしょうけれども、まあ、そこら辺どうなんでしょうというか、逆に、まあ、私も教えていただきたいくらいなんですが、まあ、ただし、まあ、この忠義が家康、対反家康側だったのに対して、忠次は少なくともそういう立場にはないと、家康の下で、その
反家康の動きを鎮圧する側に回ったというのはまあ確かであるようですね。で、こうしたその忠次の立場は堺家ではどう語り継がれているかということをちょっと今日見てまいりたいと思いますが、それに関しては資料の1と2ですかね、そこに載っけました。資料1、堺家で作られた、まあ、結構その立派な系図がありまして、それを見ますと忠次のその一向一揆との関わりについてですね、家康公に奉仕す、しばしば軍功あり。で、忠次妻、公の叔母なり。まあ、これ後で触れます。で、故に公、詳しくこれを使う。公というのはこれが、家康ですかね。この場合は。家康公だから。で、A6 年10月、一向宗門と放棄す。戦いは100ばかり日、100日ばかりっていうことですかね。で、合戦数十度あり、忠次先方にありて、毎度軍中あり。とあって、A66 年10月に一向宗が放棄して、かなり長期間、何回も激突があった中で、忠次は先方を務めて軍中があったんだというのが、まあ、堺家で、江戸時代に、作られた記録の中に書かれているということになります。で、もう一つ、同じような資料を見ていただきたいんですが、資料2ですね。一向、まあこれ、堺忠次の法号、法名ですが、一と読んでいいのか、まあそこもあれなんですけども、まあ一としか読みようがないんでそうだと思うんですが、まあ、忠次一人の記録、その時間を追って記した記録の中には、まあ、このように書かれています。A66 年己亥10月、まあ、やっぱり A66 年10月なんだというふうにされていますが、一向宗乱放棄す。この時、将軍忠義、上野の城によりて、神祖、これが家康ですね、祖母によりて、公、この場合の公は忠次ですかね。上野に迎えて砦を設け、上野と族の往来を防ぎたも。族ら、長義を失い、翌正月に耐えてようやく成筆す。下総の神、常城。これは忠次の子供だったですかね。諸子。あ、弟だったかな。も、公と共に軍功を励ましたもと、うん、とあります。まあ、これは、まあ、資料1に書かれてあるようなことと、同じですが、でさらに同月 A66 年の10月に公戸田三郎右衛門忠次を案内者として野寺の本證寺を攻めたもというふうな、まあ、本證寺、この安城市にある本證寺をこう攻め忠次が攻めたんだと。でこの時興奮戦古い戦いたもうて、絡め手を、打ち破るというとも戸田鉄砲に当たるをもって戸田を救うて岡崎に帰りたもうと。で11月25日張崎正満寺ですかねの族と上和田の砦を攻め高軍勢を率いてこれを助けたもとあります。でここら辺の2つ目3つ目のこの本證寺を忠次が攻撃したですとか、この上和田の砦を攻めたとか、こういったあたりというのは多分文書、同時代の資料からは出てこず、あと他の資料にもあんまりこうした記事はないんじゃないかとは思うんですけど、堺家としてはこういう記録があって、やはりその江戸時代の認識として、忠次はこの一向一揆の中で家康の下で、かなり戦功を挙げたんだっていう、こう、伝承というんですかね、まあ、実際それが真実に基づいているものなのか、あるいは真実をもっと膨らませてそういうふうに大きくしたのかは分からないんですが、そうやって、語り伝えられているということが分かります。で、まあ実際やっぱりその後、これからお話ししますように、
忠次は東三河を束ねることを家康の下で命ぜられますから、やはりそのこうした時の功績が大きくなければなかなか東三河を任せるという立場にはならないと思いますので、やはりそこら辺忠次は何らかの、ね、大きな働きをしたんだと思うんですけども、そこら辺はちゃんとした資料からははっきりわからないということを言わざるを得ません。で、今あのこの画面で見ていただいている地図はその安城地震の地図からあのお借りしたもので、丸になっているところはまあ関係するところですよね。ここが本庄寺で正満寺と上部寺、この三河一向宗の三家寺があって上の城がこの辺にあると、まあ、そういう位置関係で、で安城市ですと赤丸になっているのは一揆方についた勢力で、黒丸が家康方についた勢力ということですね。で、まあ安城の地域がこのぐらい、岡崎がここら辺にあるんですかね。でこっちの方が東三河の地域ということになりますが、まあこうした地理的な関係の中で酒井忠次が、まあ、果たしてこの時期どこら辺をその所領にしていたのかっていうのもちょっと調べたんですが、よくはっきり分からなかったんですね。まあですね、独立してここだっていうのがどうなんでしょう、はっきりはこの当時の資料としてわかるのかどうかっていうのもちょっと、あやふやなところではあるんですが、まあ岡崎周辺っていうことなんですかね。なんかそういうふうなことを書いた、さっきの酒井忠次公伝にもそういうことが書いてあったような気がするんですが、まあそういったところにこう、根拠を持っていたということなんだろうかと思います。で、先ほども申しましたように、その一揆鎮圧した後、もう直後の6、7年に、元康は東三河の方にこう行こうとすると、三河を平定しようとして、翌8年にはその平定したとされています。まあやはりそのこの西三河の一向一揆を抑えて、家臣団の分裂をこう抑えて、ようやくこう一枚岩になりつつあるというところで、次は東三河の方であると、まあもうこの時点で、ご存知の通り桶狭間の戦いは終わって今川家から離れて、で、今川家から独立して三河をこう統一していこうという流れの中で、まずはまあ、あの岡崎を中心に西三河を固めて、でさらにこう他の勢力がいた東三河も統一しようという、そういう動きを着々と、家康は進めていくわけですが、その中でその忠次はその東三河支配の要である吉田城、まあ、今の豊橋の地域を与えられて、そして東三河を束ねる旗頭として、この地域の領主を配下に元康に仕えたというふうにされているわけです。そのあたりについては資料の3に、まあ、松平記という、まあ、江戸時代のごく初めのくらいに書かれたと、成立したとされている結構古い、時点で書かれた徳川創業史というか、まあ、あの家康が天下を取っていく経過を記した資料ですね。で、ここ、これはまあ、吉田、東三河を抑えようとしたあたりの記事を抜き取ってきましたが、6、7年、夏の頃までは東三河吉田城に大原肥前守、まあ、大原重実というんですかね、この人物が今川家臣としていたんだけれども、というような話がずっとあって、でこの上の段の最後の行のところ、略した次の部分に、その後家康ご主張なされ吉田を攻めらる、酒井左衛門の城、先手の大将にて日々競り合いこれあり、吉田も三河大方、家康へ付きしかば何とも可能間じきと迷惑の自分、本田彦八郎、戸田丹波両人吉田内社として攻めきたり候。
この人々たばかりをもって酒井左衛門尉と大原の和談の扱いを入れ、吉田を左衛門尉に渡しそうらえば、三河は一国平均に家康を治めたもう間、互いに起請文を書き、家康と駿河衆和談なされ、三河をば一国家康へ渡し、以来は駿河とも申し通うべき吉愛定め、吉田の城を左衛門尉に渡し申すべく候とありまして、吉田を攻めるにあたって、まあ、力ずくで武力攻撃ではなくて、解錠をするためのこう、交渉をして、で、まあ、あまり戦わずに今川方もこの小原、肥前守も、解錠をしたというわけです。で、この時の攻め手の先手として酒井忠次がいて、で、実際その吉田城を今川方から受け取ったのはこの忠次であるというようなことが書かれています。で、先ほどの続きですけれども、さりながら和談の印に人質を賜うべしと大原申すにより、松平源三郎とて家康の一つ原の弟を人質に渡し、酒井左衛門の城娘一人も大原方へ人質に渡し、両人の人質受け取り、大原は駿河へ帰りぬとありまして、ここで、まあ、この今川方の大原肥前守は、まあ、お城を明け渡すにあたって人質をくれと、まあ、やっぱり危険、そのまま殺される、その何か騙されて殺されるかもしれないという危険性を察知したのか、それで人質として家康のお母さんが同じ、のその弟の源三郎、松平源三郎とその、酒井忠次からも娘を人質に取って、その人質を連れて吉田城を明け渡してい、ったということですね。で、その後半は、まあ、後でまた触れることになりますが、その、67年6月20日、三河一国平均に家康を治めたも、その時、その時がちょっと重なってますね。人質源三郎は駿河没落の時、人質預かれし、三浦洋一と申す者。源三郎と左衛門尉が娘おふうというこの両人を甲州へ連れて行き、信玄に奉るに源三郎は逃げ出し三河へ帰る。おふうも後に三河へ帰って御意の松平劇が最上になりしと聞こえしとあります。まあ、これをまた3番で触れます。で、その後この67年6月22日付で家康が酒井忠次に与えたとされる文書が移されています。吉田東三河の儀申し付け候。まあ、ここで、家康は忠次に対して、吉田を中心として東三河をそなたに、まあ、与えるというか、そなたの支配、そなたに支配をしてもらうと。で、意見つかまつるべき候。で、ただ、まだこの時は今の研究では、完全に、東三河を統一しきってないと。とりあえず吉田に入って、そこから、ね、東三河をそなたに任せるから、そなたの力でなんとか統一を進めるように努力してくれという、そういうことらしいですね。まあ、入城においては、新地申し付くべきなし。その吉田に入ったら、また、追加して所領を与えるからということで、とりあえずもう、吉田は与えるから、あとは、自分の力で東三河なんとか頑張ってほしいというような、まあ、文書だと。まあ、ですね、この永禄7年の6月段階で完全にまだ東三河を取ったわけじゃないというふうにされているようですね。まあ、ただし、こうやって、その忠次は東三河という、まあ、非常に大きな領域の支配を家康から委ねられると。で、まあ、西三河の方は石川一政ですかね、に任せられて、で、徳川家というのは、まあ、旗本とその西三河州、東三河州というそうしたこう、まあ、あの軍団ごとに、まとまっていくということだというふうにされています。そうした中で忠次はやっぱりかなり重要な、まあ、あの働きをしたんだろうと思うんですけど、残念ながらやっぱり一向一揆のこの
戦いの中で具体的に忠次がどうしたのかっていうあたりは後々の記録でしかわからないというところはあるようです。でさて次に参ります。でそうした忠次が大きな働きをしたというのが長篠の戦いであります。で長篠の戦いではこれも皆さんご存知だと思うんですけれども、忠次は、いわゆる設楽原、アルミヶ原という、長篠の戦いの川を挟んだ古戦場で働いたわけではありませんでした。長篠の戦いというのはイメージ、皆さんもおありだと思いますが、その武田騎馬隊が、東の方から迫ってくる川を挟んで、織田徳川軍が馬防柵という柵を設けて、その辺りから一斉に鉄砲を撃って、そして武田騎馬隊を打ち破るっていう大きなイメージがあったと思います。まあそれも最近の研究ではなかなかそう簡単に、特に三段打ちっていう交代的なそういうことは やられてないだろうと定説になっていると思いますけれども、鉄砲の調数とかもまあいろいろ説があって難しいんですが、あまりやっぱり後世ですね、きっと鉄砲の力で勝ったんだというイメージが大きくなったのは、まああと屏風もそうですけど、やっぱり絵のイメージというのは大きいところがあって、鉄砲で勝ったという大げさにこうそこが膨らんでしまっているというところがあるんじゃないかと私は思います。で、まあただそうやって勝ったことの大きな要因の一つに酒井忠次率いる部隊の働きというのがございました。それはその決戦場になったアルミヶ原ではなくて、その長篠の城ですね、長篠城を武田氏が囲んでいたわけです、勝頼が。で、信長と家康が岡崎からこのアルミヶ原に進出してきた時に、勝頼はまあいいチャンスだということで長篠城の包囲を解いて、あの西の方にそのアルミヶ原の方に進軍してくるわけです。で長篠城を包囲する部隊を少しだけ残してっているわけですね。で長篠城を包囲するための砦をいくつか残していっている。で酒井忠次率いる部隊はそうした長篠城を攻撃するために武田家がいた砦の一つである飛の巣砦という、そこを背後から夜中ですね回って、で、背後から襲うことによって武田軍は後ろにも敵を、徳川家の敵をこう持つという挟まれたような状況になってしまって、その結果その前にあの織田徳川の柵を構えている方にこう突進せざるを得なかったのではないかなんていうふうにこう言われています。ですのでやはりこの酒井忠次率いるその働きというのは、この長篠の戦いの織田徳川軍勝利を決めた大きなポイントになったんだろうと私は見てまいりたいと思いますが、長篠の戦いをめぐっての資料はそれぞれ全部長いんですけども、資料の4から資料の7まで、まあもう部分部分だけ収めてもなかなか分かりにくいと思ったので、前後も収めて、この際ですので、掲載をさせていただきました。で、そもそもこの飛の巣砦を背後から奇襲しましょうといった思いついたのは誰なのかっていう問題があります。でこれは資料によってまちまちです。で資料もやっぱりこれは後世書かれたものがメインです。でその中でもやはり一番古くて長篠の戦いを知る上の基本的な資料となっているのが資料4で掲げております新朝期、まあ、いわゆる新朝後期といわれる信長一代記ですね。そこに、そのずっと5月13日から、信長の行動を追って書いてますが、重要なのは資料レジュメでいうと2ページの上の段の方ですかね。ちょっと
最初の方、1行目の方から、あ、ちょっと戻って1ページの下の方から読んでいきますかね。中略、一番最後のように中略とある、そこから読んでまいりますと、さて、武田四郎、まあこれ勝頼ですね。川を前にあって飛びの巣山に取り登り、偉人僧らわば、ここから2ページに入りますね。で、何ともなるべからず僧侶を、長篠へは、攻め衆七頭差し向け、武田四郎滝沢川を打ち越え、歩み原三十丁ばかり踏み出し、前に谷を当て、甲斐信濃西高津家の小畑、駿河衆遠江衆三河の内筑出ダミネ武勢地衆を相加え1万5千ばかり西向きに打ち向かい走路、互いに陣の淡い二十丁ばかりに取り合い走路とあって、まあ、これさっき申し上げた勝頼が進軍してきたという話ですね。で、今度間近く寄り合い走路こと、天の与えるところに走路間、ことごとく打ち果たさるべきの旨、信長御案を巡らされ、流線を引いたところです。で、お味方一人も破損せざるのように、ご支援をく、あ、ご支流を加えられ、酒井左衛門の字を召し寄せられ、家康公五人数のうち、弓鉄砲を叱るべき陣を召し連れ、酒井左衛門の字を大将として2000ばかり、並びに御馬回り、鉄砲500丁、金森五郎八、佐藤六左衛門、青山新七夫氏、加藤一左衛門、ご剣士として愛添えられ、都合四千ばかりにて、5月20日犬の国、則本川を打ち越え、南の三山を回り、長篠の上、飛びの巣山へ、5月21日、辰野国取り登り、とあって、ここにありますように、まあ、信長の気持ちとして、勝頼が自分の方に向かってきた。で、信長としてもこれはチャンスだと、天の与えるところだということで、どうしたかというと、信長の基本的な考え方というのは、味方を一人も破損せざるよ、なるべくこっちは損害を出したくないと、そのためにどういう戦い方をすればいいかと考えて、酒井忠次に後ろを回らせて背後飛びの巣山を襲わせるという、そういうプランだ。信長の基本はいかにも長篠の戦いというのは鉄砲で、もともと鉄砲で勝とうっていうプランで戦ったようにこう思われがちなんですが、そうじゃなくて結果的にああいう戦い方になった。結果的に勝頼が進軍したことによって、で信長としてはできる限り損害を出したくないっていう、そういう防御的な戦い方がああいう鉄砲を用いた戦い方になって、でそのための大きなポイントがこの酒井忠次の奇襲だったわけですが、この場合新潮記では信長が思いついて、で家康のところにいる酒井忠次にそのある程度の兵を添えて、で、後ろを襲わせるようにしたっていうのが、まあ、この新潮記の記事です。で、ところが、これが徳川方で作られた資料となるとどういうふうに変わるかというと、次の資料5ですが、まあ、これは大久保彦左衛門が、江戸時代初めぐらいになって書いた三河物語っていう、まあ、有名な資料ですね。ここには、同じような場面どういうふうに書かれているかと言いますと、叱るところに線を引いたところですが、酒井左衛門の城、信長の御前に参りて申しけるは、長篠の笠に飛びがすと申すところ御座候をはるばると南へ回りて取り申すものならば、すなわち城と入れ合い申すべく候、叱るべしとおぼしめし候らば、三河の国衆を堂々申し候らえて、それがし参り申すべしと申されければ、信長喜びたもたまい、もっともの義なり、早々、急ぎたまえ。とあって、この三河物語では、酒井忠次が信長のところに行って、こうした方がいいんじゃないんですかっていう、こう提案をして、信長はそれはいいということで、忠次に兵を与えて奇襲をさせると。まあ、こうしたその研究、こういくつかこう施設があって、忠次の立場が変わっていくっていうのは、こちらの安城市でも、
メンバーに加わっておられた谷口久志先生も書かれているんですけれども、まあ、新潮記とは若干違って忠次が発案したという話になっています。でさらに今度は、まあ、ほぼ同じ時期、三河物語とほぼ同じ時期に新潮記をもとに書かれて、です印刷して非常に大ベストセラーになったと言われている資料6の尾瀬保安が書いた、いわゆる保安新潮記という記録、軍記物語には、まあ、こういうふうに書かれてあるんですね。家康卿は敵大河を越えて陣を据えたるを見たまいて、酒井左衛門の城、本田文吾の神、同平八郎に迎えて、うちうち計りしようにとありますように、ここでは家康が思いついて、そして信長に提案して酒井忠次を派遣したという、そういう話になっています。まあ、ですので発案者が信長から、からっていう言い方もあるんですね。信長、酒井忠次、家康、それぞれこう異なっている、資料によって異なっているということがわかります。で、じゃあ酒井家ではどう書いてるだろうかっていうのが次の資料7になります。これは酒井家で江戸時代の初めぐらい、家光ぐらいの時期ですかね、寛永職家系図伝という幕府が大名旗本の系図を編纂する事業を行うために各家に自分のうちの系図を提出させた、でそれをもとに編纂したものなので、まあ、ある程度も幕府公認の系図集で、大元はそれぞれの家から提出された内容でありますけれども、それの酒井忠次の項目を抜き出したのが資料7になります。で、まあ、前後これ長篠の戦い、やっぱり忠次非常に働いてますから、非常にここ分量がありますけれども、その中で、3ページの上の段の線を引いているところですね、この辺りです、問題は。で、もうちょっと前の方からですか、ね、ここで、どこから読めばいいですかね。まあ、一応この線を引いたところを読みますと、信長大いに怒りて忠次、昔は地方割と聞きしに、今何時何とて愚かなるや、飛びの巣を取りて何の益があらんと忠次赤面し、しぞ。まあ、これ忠次の発案で、家康が忠次を連れてって信長に飛びの巣の夜襲をさせようとしたら、信長は怒って、あなたは地方があると思ってたらこんな愚かな策を言うとは何事だと言うんで、非常に怒った。で忠次はまあそれを恥じたという話ですけれども、ところがその線を引いた直後のところですね、その後信長忠次を官所に近づけて密かにのたまいけるは、飛びの巣を取る計りごと最も理にあたれり、しかれども計りごと他に盛るときはかえって敵のために計らる、ここをもって、最善は偽って怒りきとあって、人が大勢いる中でその飛びの巣を夜襲しましょうっていう案を信長が認めてしまうと、誰かがその案を漏らしてしまって失敗するかもしれないと。だから信長はその場、忠次から提案を受けた場では、まあ、くだらない案だと怒ったと。で実はその後密かに忠次を自分のところに呼び寄せて、これは非常に妙案だと、これをやろうと、さっきはみんなが聞いてるところなのでこういう案はやらないっていうのをこう言ったんだと。で実はそれで、これも自分はいいと思ってるんで早速それをやってくれっていうふうにして、信長は忠次に兵を預けて、そして忠次が夜襲をしたっていう、奇襲をしたっていう、そういう流れになります。ひとひねりっていうんですかね、こう加えられていって、で谷口久志先生の研究などですと、大体この話が江戸時代もう流布して、そういう流れで忠次が
飛びのストリデを攻めた奇襲したっていう。で、ただその時にはストレートに、忠次の提案を信長は受け入れたんじゃなくて、一回は怒っておいて、で、後で受け入れたっていう、こう、ワンクッションある、そういう話になっていって、それがまあ、今自分たちが、その、知っているような、こう、ストーリーになっているということですね。まあ、こういうふうに、資料によってだいぶ異なるわけです。で、それで忠次がこの飛びのストリデ奇襲に成功したわけですが、その時忠次が率いた、さっき本田文吾の神とか、何人か名前が出てきましたが、忠次と一緒に飛びのストリデを攻めたというふうにされている、それぞれの家の記録に残っている、今回、大日本史料を編纂するにあたって、各家の系図の記事をこう集めて、で、飛びのストリデに攻めに参加したという家の記録を一つにまとめたところをちょっと地図に落としてみました。これは蒲郡市から撮った地図で、さっきの安城市の地図よりちょっと東三河も含んだものになってますけれども、赤でこう色をつけたのが、その記録として自分の先祖は飛びのストリデ攻めに参加したんだっていうふうにちゃんと書いているお家のを赤にしましたが、これを見るともう一目瞭然で、本当にまさしくその酒井忠次が預けられた東三河の面々、松平の一族も含め、あと牧野ですとか戸田ですとか、その菅沼ですとか、そういうその徳川松平家以外の三河の武士たち、東三河にこう根拠を持っている武士たちが、もう全て酒井忠次の配下としてこの飛びのストリデ攻めに参加しているということが分かります。こうなるとやっぱりこの長篠の戦いっていうのは徳川家にとってもちろん大きな戦いではあったわけですけれども、東三河のその武士たちにとってもこう後々まで語り伝えるべき非常に重要な、酒井忠次の下で結束して戦った非常に重要な戦いであったんだということが分かります。で、そこら辺の面々につきましては、レジュメの2ページの方で、横書きのレジュメの2ページの上の段に名前を挙げましたが、本田博隆、安重、田原にいたとされてますが、まあ、この地図では田原ですかね、戸田市となってますけど、この時本田康重は左足に鉄砲で怪我をして、死ぬまでその傷は残ってたっていう記録を書いていたり、あとは福光津はこれは位置的にあれなんですかね、西三河なんですかね、そこら辺の私の感覚が、そのやっぱり東北人なので、その愛知県でも尾張と三河は結構こういろいろあったりとかいう話を聞いたりしますし、三河の中で西三河と東三河がどういう関係なのかよくわからないんですけど、まあその、福光津は微妙に西三河の方なのかもしれないですが、まあ福光津のこの松平これただという人物は、徳川方でほぼ名前のある武士の中では討ち死にした。飛びのストリデ攻めの時に討ち死にした唯一というか非常に有名な人物であります。まあ武田方はみんな重心バタバタ撃たれてますけども、徳川方で一番討ち死にした中で有名なのはこの福光津の松平これただではないかと思いますけれども、その他ここに挙げましたような松平一族、あるいはその東三河の国衆たちが、まあ挙げて忠次のもとで飛びのストリデの方に回ってたと。まあだから家康のそばで、あのアルミガハラで戦ったのは、まあ家康の旗本衆と、あと西三河衆っていうんですかね、そのそうやってこう分業して長篠の戦いの時には戦ったっていうのは、まあ今回私もこうやって話をさせていただくにあたって、こうやって地図に落としてみて、はっきりそういうことが分かって、なるほどなというか、まあ徳川家の中でのその何て言うんですかね、その戦いの編成の仕方っていうのはやっぱりここまではっきり現れるものなんだなと思いましたが、まあこういう中で
長篠の戦いというのは徳川家の中で非常に大きな、まあ、位置を占めているということになります。はい。で、最後残り、あと10分ぐらいになりましたけれども、今回こういう話を、させていただくにあたって酒井家の記録類をもう一回ちょっと調べ直していましたら、その忠次に関わる2人の女性の記録が面白いなと思いまして、それを今回ご紹介しようと思いました。で、まあ調べるにあたって、果たしてこれはもうこっちでは有名な女性で、それを私がこう知ったかぶりしてお話しして、そんなのもう有名だって思われるんじゃないかと恐れてはいるんですけれども、忠次の奥さん正室にあたる高寿院という、まあ、あの後の法名で隠語で呼びますけど、その女性と、あと忠次、さっきも出てきた風さん、風姫ですね、この2人をちょっと酒井家に残った記録を読むことで、どういう人生 を過ごしてきたのかというのは、もう端的に言うとレジュメに書きましたように、もう戦国時代に生きた女性、武家の女性として、まあ、よくありがちな政略結婚的な、そうした運命にあって、あるいはさっきの人質になったりなんていうこともあって、まあ、いわゆる波乱の人生っていうんですかね、そういう人生を送る。ただし江戸時代になっても生きて、で2人とも結構長生きで、亡くなったという、そういう女性であります。でまず1人目の高寿院さんですが、この女性、まあ忠次の奥さん、最初にも言いましたように家康のおばさんにあたるというふうにされています。で酒井家に残る資料を挙げたのは資料の8になります。あ、ちょっとついでに、せっかく用意してきたんで、長篠その高寿院さんの話をする前に画像あったな。この長篠の戦いの、これ鳴瀬家の、犬山の鳴瀬家の合戦図屏風ですけど、ここがメインの鉄砲隊がいる戦いですね。で、これが長篠城です。で、川がこう流れてて、で、飛びの砦っていうのはここ、ちょっと長篠城の南側にあって、酒井忠次はこの真ん中にいる人だというふうに札がついています。で、ちょっと拡大すると、ここに忠次がいます。で、隣にその討ち死にしたという松平これ忠がいます。こういうなんか後ろにこうもじゃもじゃの旗頭をつけて、参戦していたということですね。で、江戸時代の末期に徳川家で作られたと考えられている下絵の屏風がありまして、東京国立博物館にあるんですが、そこにもまあこの屏風をもとに描かれていた忠次の絵がありまして、ちょっとちっちゃくてあれなんですけど、これに色がついてないんですね。で、その中で見るとさっきの鳴瀬家の屏風と違って、ちゃんと飛びの砦に向かっていく様子がこう行列が描かれてまして、ここに酒井忠次、やっぱり後ろに黒いのがこう煙突掃除みたいなのがついていたりするんですけど、で、この忠次一行がこう山の険しいところを回っていくんで、鎧を脱いで槍にこうぶら下げて身軽になってこう行進していく様子とかが、このこっちの方の下絵には描かれていて面白いなと思うんですけど、まあこれはもう江戸時代も、末期に書かれたものになります。まあ、こんな風に酒井忠次の絵というのが、屏風の中に残されています。で、すいません、高寿院の話ですが、これがそれぞれ高寿院殿と高寿院さんとこの風姫さんの記録、資料8と資料9に書いたものの実際のこの記録の画像であります。で、高寿院の方はまあ、レジュメ、横書きの方のレジュメにも書きましたけれども、松平清康、家康のおじいさんの娘なので、まあ、家康のお父さんと兄弟ということですね。広忠と兄弟で、おばさんにあたると。
で、それがその酒井忠次の正室になるんですが、最初は松平一族の長沢松平正忠という人物にと結婚した。ところがこの正忠という人物は永禄3年の桶狭間の戦いで討ち死にしてしまうので、翌年に忠次と再婚したといったことがこの資料8に書かれています。で、その後慶長10年まで長生きしまして、そして京都で、まあ忠次は晩年引退して隠居して京都で暮らしたというふうにされていますので、奥さんも一緒に京都で暮らして、忠次が亡くなった後、忠次が亡くなってから9年ぐらい長生きして京都で亡くなって知恩院に葬られたと。で、一説には成教寺、亡くなった時77歳だという説があるようです。それはこの資料8ではなくて別の資料に書かれて あったんだかと思いますけれども、そうすると、まあ、忠次と再婚した時は結構なお年で33歳、まあ、当時の戦国時代の、結婚としては、まあ、再婚ではありますけど遅めなんですね。で、その後その忠次の嫡男になる家継を産んだりしてますので、まあ、結構こう晩婚同士の、まあ、もちろん忠次もそれより前に、奥さんはいたんでしょうけど、その別の前の奥さんが産んだのが次の資料9の風姫君になります。まず今のその忠次の奥さんというのは、まあやっぱり一回桶狭間の戦いで夫に死別した後、重臣の忠次と結婚していると、まあその松平家家康のおばさんにあたる人を忠次はめとったという、そういう関係を見ただけでもやっぱり忠次という人物がこの徳川家にとってどのぐらい重要なポジションにいたかっていうのが、まあ、わかるかと思います。で、次の、風姫君ですが、これも酒井家に残っているこの一向五世紀の付録という、まあ、忠次の奥さんとか子供をの記録をまとめた一冊の中に、資料9大体全体載せましたが、忠次には男女7人の子供がいる中でおそらく最年長じゃないかとされています。一番長女でいると。で、お母さんは高順院とは別なのではないかと、まあ、はっきりしないんですがされています。まあ、おそらくそうすると高順院と忠次が再婚するより前に設けられた、まあ、お母さんはわからないですが、そういう女の子であると。で、でさっきその一向一揆のところで触れましたように、永禄7年にその吉田城を忠次が受け取るにあたって、今川方の小原重真から人質をよこせと言われて、家康の弟のその松平源三郎勝利、まあ、安利とも言われる人物と一緒に、今川家に駿河に送られます。で、今川家は駿河は後々武田信玄によって奪われてしまいますが、その時に武田家に連れてかれてしまうんですね。で、甲斐に連れてかれると。永禄12年にその今川義元の子供であった氏真が武田家信玄から駿河を奪われた、追われた時に、その一緒にこの徳川家からの人質だった風姫も武田家に引き取られてしまいます。で、その後天正元年1573年、武田家と徳川家の人質交換によって9年ぶりに、三河に帰ったという人です。永禄7年に、人質になって天正元年、まあ、1564年に人質になった1573年にようやく帰ることができた。駿府から甲府に行ってっていうことなんですかね。そして9年かかってようやくその故郷に戻ってきたという、そういう女性であります。で、先ほどの記録にもありましたように、
その家康の弟の方は源三郎の方は途中甲斐から脱出すると、これが元亀元年1570年、ですのでこの風姫風さんだけ一人残されてしまうという、そういう運命になるわけです。でその後この記録によれば、家康のその松平家の一族である五位松平のこれまさ、という人物にと結婚して、で、まあ、これまさは関ヶ原合戦の翌年に亡くなってしまうんですが、その後結構生き残っているというか、その40数年ぐらい、長生きして、でその松平家は下総、まあ、今の千葉県に所領を与えられていたので、そこでに移ってそこのお寺に葬られたという、そういう女性、まあ三河生まれで、ありますが、そのこの親同士というか主君のその事情によって人質となって、そしてその駿府や甲府に連れてかされて、で9年ぐらいもう故郷から離れてようやく戻ってきて、その後まあ安寧な暮らしをしたかどうかは分かりませんが、その前半生と比べればだいぶ落ち着いた暮らしをされたんじゃないかなというふうに思います。で、この人質になった時は何歳だったか実は分かっておりません。あんまりこう赤ちゃんの状態の子供を人質にするっていうのもなかなか考えられないので、ある程度の少女になってたと仮定すれば、まあ仮にここのレジュメでは10歳とすればっていうふうにしましたが、そうした時には90歳、ちょっとこれは行き過ぎなんですかね、どうなんでしょうね、もうちょっと若くてもどっちみち80歳というか、結構な本当に長生きをされた女性で、まあですんでその育ち盛りというか、子供の時の9年間親に離れてどういうこう思いを抱きながら駿府や甲斐で暮らしたのかななんていうことを想像しながら、まあこういう女性もやっぱりいたんだなと思いながら、今回そのこうして話の準備をしてまいりました。まあ結局こういうその記録があるのはこの酒井家の資料だけで、具体的に駿府や甲斐でどう暮らしをしたかっていうのは全く分かっていないんですけれども、まあこういう女性も三河生まれの女性、忠次に関係する女性もいたんだということを、まあ皆さんにも知っていただきたいというか、まあご存知の方がまあいらっしゃったら、余計なことではあるかもしれませんが、話をさせていただきました。さてもう時間もちょっともう5分過ぎてしまいました。以上で、まあ、まとまりがつかない話でしたけれども、私がその今回研究をしていく仕事をしていく中で接した酒井忠次についてお話をさせていただきました。ご清聴どうもありがとうございました。皆様、金子先生に質問があるかもしれませんけれども、お時間が来てまいりますので、これで講演会を終わりたいと思います。金子先生には皆様より先にご退出いただきたいと思いますが、はい。それでは皆様、この後も暗唱文化の里祭りお楽しみいただければと思います。今日はどうもありがとうございました。